ジーベル SI204SI204 は第二次世界大戦時にドイツのジーベル社が開発した輸送機、練習機であるアルグス411エンジンを搭載した総発機で、原型機は1941年に初飛行した。速度等の性能は平凡だったが、操縦性に優れ整備も容易だったため連絡機や機上作業練習機として広く利用された。 第二次世界大戦中に約1200機生産されたが終戦後もフランスのスナキャック車やチェコのアイロ車で生産された。SI-204 はドイツ空軍向けの2名の乗員と8名の乗客が登場する小型旅客機として計画された。この全金属製の航空機の開発は1938年に始まった。 通常の場合の契約者はドイツ航空省であるが、この開発はルフトハンザドイツ航空とハレノ・ジーベル社の密接な協力で進められた。戦争開始後に SY204 は景気飛行用にコックピットを全面ガラス張りにした練習機に再設計された。最初の試作機2機のみは従来のコックピットを備えた旅客機として出荷された。 最初の試作機の初飛行は1940年9月以前、おそらく1940年5月25日に行われ、2番目の試作機は1941年2月前に初飛行を行った。3番目の試作機は景気飛行用の練習機に再設計されたため初、飛行は1941年末か1942年初頭以降にずれ込んだ。当時のジーベル社は、 ユンカース1088のライセンス生産を行っていたため、ハレ工場ではわずか15機の SI204 のみが生産され、1942年4月から1943年11月まで、フランスのスナキャン社で旅客機型の A-1 と全、量産型の A-0 が生産された。チェコ保護量の KD、BMM 社では1943年1月に、 最初のケーキ飛行練習機の D-0 が製造され、続いて44機の D-0 型が生産された。D-1 型の生産は1943年3月に、同じく、チェコ保護領内のアイロ社で、BMW では1943年6月か7月に始まった。1943年8月には、スナキャン社も最初の D-1 系を出荷した。 D-3 型の生産は1944年10月にアエロ社で始まった。D-3 型は主翼が木製で尾翼が木製と金属製の混合であった。フランスでの D-1 型の生産は連合国軍の進行により1944年8月に終了した。1944年10月までに 合計168機の SI-204 がスナキャン社と BMW で生産され、その後は両社協に SI-204 の補修用部品の製造へ切り替えられた。アエロ社は1945年3月まで d 1系を合計486機製造しその後は D-3 型のみを製造することが予定されていたが、 1945年1月まで541機が完成しただけであった。SI-204 の総生産数は試作機を含めて合計1216機であった。1945年1月31日までの SI-204 の生産数、出展、フェデラルアーカイブ、ミリタリーアーカイブフライブルクフロムルフトハンザ、アーカイブ、コロンセンを SI-204 の生産は、チェコスロバキアとフランスで続けられた。チェコスロバキアでは、アエロ社が179機の SI-204, 軍用練習機型のアエロ C-3A と C-3B、旅客機型の C-103 と、軍用輸送機型のアエロ D-44 を1949年まで生産した。フランスでは、 アエロセントレとしても知られるスナキャック社が240機の輸送機型の NC-701 マルティネと多数の旅客機型の NC-702 マルティネを生産した。NC-701 は3枚ブレードのプロペラと4 4 0ットのルノー125から A レーエンジンを装備していることで判別できた。NC-702 は機種を改装していた。s i d は 主に B と C 飛行学校と会 G1 でおそらく戦闘部隊に航空機を届ける搬送パイロットを乗せて帰るタクシー機として使用された。軽機飛行学校での使用は稀で通信学校で使用された形跡はない。SI-204A は主に連絡飛行隊や高級商校の輸送に使用されたが飛行学校でも使用された。 1944年7月に5機の SI-204 が夜間戦闘容器への改装が予定されたが、それ以上は割り当てられなかった。これらの機体はおそらく SI-204E-0 の全量産機型を意として改装された。しかし、これらが実戦で使用された証拠は残っていない。ルフトハンザドイツ航空は少なくとも4機の SI-204 を受領し、 最初の試作機 DAF は1941年3月から5月にかけてルフトハンザプラハで評価を受けた。1942年春から1943年春にかけて2番目の試作機 D アスグルが貨物輸送機として定期航空路で使用された。SI-204 は西部戦線で撃墜された最後の航空機であると考えられている。 1945年5月8日午後8時にアメリカ第9空軍第474戦闘グループの k ル・スミス、少尉の操縦する P-38 ライトニングがバイエルン州のローダッハ南東3マイルの地点で1機の SI-204 を撃墜した。戦争末期に1機の SI-204D がベルリンのテンペルホーフ空港に残されていた。この機はオーストリアのエンスに飛来し、 ここで連合国軍に露殻された。ソビエト連邦に露殻された SI-204 は、アエロフロートやザギーを含む組織で様々な役割に使用されたが、自国の航空機産業が再建されると、早々と前期が退役した。チェコスロバキアチェコスロバキア空軍、元ドイツ空軍の SI-204 と共に戦後、チェコスロバキアで生産された、アエロ C-3 を運用。 フランスフランス空軍、元ドイツ空軍の SI-204 と共に戦後、フランスで生産された NC-701 を運用。ドイツ国ドイツ空軍ポーランドポーランド空軍、1949から1955年に空中撮影用に6機の NC-701 を運用。ソビエト連邦ソビエト連邦空軍、六角した SI-204 数機を運用。 スウェーデンスウェーデン空軍、フランスから購入した NC-701 を運用。チェコスロバキアクサ、ドイツ国、ルフトハンザドイツ航空、少なくとも4機を運用。ポーランドロットポーランド航空、空中撮影用に6機の NC-701 をフランスから購入し、1947から1948年に運用。 ソビエト連邦アエロフロートが戦後に露客した通機の SI-204 を輸送用に使用。三面図。ありがとうございます。